ニコライ・カルロビッチ・ギールス、または単に、ニコラス・ド・ギールスは、ロシア帝国の政治家。ドイツ系ロシア人。皇帝アレクサンドル三世の時代に、外務大臣を務めた。外相としては、三国協商の前身とも言える、ロフツ同盟締結の立役者である。息子のミハイル・ニコライエビッチ・ギールスは、ロシアの外交官としてチュートルコ大使を務めた。 1820年5月21日に、ボルイーニ県に生まれる。前任者であるアレクサンドル・ゴルジャコフ公爵同様、チャールス・コエセローの学院で高等教育を受ける。有力な被護者を書いたこととドイツ系プロテスタントということで、寛解、正界での閲力は、当時の貴族としては、それほど早いものではなかったが、それでも18歳で、外務省に入省し東洋部に配属された。 外務省では、主として東南欧畑で20年近く、下級官僚として勤務した後、1863年、中ペルシア代理公使として赴任する。6年間ペルシアに駐在し、その後、スイスとスウェーデンの公使を務めた。1875年、ゴルチャコフ外相の下で、外務省東洋部長、大臣補佐を務める。 1881年皇帝へアレクサンドル2世が暗殺されるとアレクサンドル3世が即位した。新帝は強硬な反独派であり、熱心な反スラブ主義者であるとみなされていたため、外務省内ではロシアナショナリズムが高揚しドイツ系であるイールスの失墜が予想されたが、実際にはアレクサンドル3世は当初予想されたほどの過激な反独的な外交路線を 採用しなかった。アレクサンドルは自らの外相として望んだのは隙がなくかつ資料深く行動的で皇帝に忠実な外交家であった。以上のことからギールスはアレクサンドルが望んだ外交官としてはうってつけの人物であった。1882年、ゴルチャコフ公が外相職を退くと公認にギールスが任命された。 ギールスは1894年にアレクサンドル三世が崩御するまで外相職にあった。外相としてのギールスはアレクサンドル三世の意思に従って列強による勢力均衡に基づいた平和的秩序の構築を目指した。その意味ではギールスはオットー・フォンビスマルクの同調者であったと言えよう。1882年ドイツ、オーストリア・ハンガリー帝国。 イタリアの間に三国同盟が締結されるが、ギールスは三国同盟が、フランス、ロシアを敵国として想定するものとして秘密裏に締結されていながら、三国同盟の存在を、既成事実として認めた。その後も、ギールスは、独、王、意との関係を維持することに努力した。このような事情から、フランスとの関係強化については、ギールスは、当初消極的であったが、 フランス政府による対露借款の導入をきっかけとして関係を強化し露仏同盟を締結した。1891年8月21日、ギールスはフランス外相のアレクサンドルリボーに両国のうち一方が攻撃を受けた場合、すぐさま両国は同時に取ることが必要な措置について協議することを申し合わせるという提案を行い、8月27日に リボーが同意を表明して、普通の軍事協約が成立したのである。1895年1月26日、ニコライ2世の即位直後に死去した。ギールスはあくまでビスマルク体制を支持していたが、ビスマルクの引退やバルカン半島をめぐるロシアとドイツ、オーストリアの関係は悪化していく。それでも、ギールスとしては、対独提携に基づくヨーロッパの秩序維持に努めた。 ジョージ・ケナンはビスマルクに次ぐ政治家と評価した。ありがとうございます。